偉いよ、偉いよ。ちっちゃいやつを。うん、頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。遅くても痛いは痛いよね。頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。もうちょっと、もうちょっと。頑張れ、頑張れ。もうちょっと、もうちょっと。おしまい、頑張って、頑張って、偉いね。これちょっと押さえて、はい、で顔こっちにちょっと偉いね、お利口さん。ごめんね。いらないってごめんね、ちょっとやりいっちゃうけどごめんね。はい、はい、じゃあ今度どっかで話します。はい、ああ出たね、だいぶ4つ、6つ分ぐらいかな、まだある7つ分ぐらい、だから5足すな、12個分ぐらい、12個分ぐらい出てますね。はい、じゃあうつ伏せ。はい、じゃあそっと溶かして、ごめんね、顔から顔から。涙も出ちゃうよね、あんだけだけどね。この子にこれ言いました。うん、知らない。言ってないよ。うん、これね、人間用のウェットブラシ。ウェットブラシ。ウェットブラシ、濡らした時に使うんでしょうかね。で、薬局とかアマゾンとか楽天とかで売ってるらしいんで、で取り合わせていいんですよ。あ、そうなんですか。触ってみてください。こんな感じなの。うん、痛くないからさ。濡らしてる、毛が濡れてる時。いやいや、ウェットブラシが乾いた時にいいんで。だからまあ、あのコンディショナーを持ってらっしゃるでしょ、はい、ちょこっとまあつけて、うん、ちょこっとつけて、そうすると串で溶いてるんですけど、うん、そうそう、串は串で、串じゃないとなかなか溶けないからさ、毛は、うん、抜け毛は取れないんだけど、うん、これは皮膚を刺激するという、あ、そうなんですか、その気持ちがいいでしょ。抗戦症者やってるじゃないですか、あれもやっぱり血液循環を良くするためにやってるんで、これももしやれたらやってあげるといいなと。ウェットブラシってちょっと前にですね、オンラインセミナーでちょっとある先生がね紹介してくれて、確かに取り寄せて使ってみると、もうロボットに限らずワンちゃんも猫ちゃんもウサギさんもチンチさんもみんないね、まあ、ワンちゃんの大きい子はちょっと頼んないけど、だから携帯用のやつの方がいいですね、普通のやつだとだいぶ大きいですもんね、猫人間用だから。ウエットブラシ、別にここが濡れてるわけじゃないんですよ、ね、そう濡れてる、ただ要は当たりが優しいという、あ、なるほど、そういうことで。